はい、ハロー YouTube、皆さんどうお過ごしでしょうか。自由意志はないっていうね、話させてもらったんですけど、僕、まあ、人生哲学とか、まあ、人の生き方ですね、こう人生についての研究、まあ、幸せって何なんだろうっていうふうなことを、まあ、常日頃、まあ、研究して、その成果発表みたいなことをやってるわけなんですけど、この自由意志がないっていうこの発想に当たった時に、苦しんで悩んでたことが、点と点が結びついて線となったっていうところに至ったんですね。すべて、この人生生まれた時からシナリオが決まってて、セオリーがあって、プログラムがあって、ずっと、まあ、生まれてきてからやってきて今に至ってる、まあそして死んでいくっていうなんですよね。ちょっと受け入れがたいような事実かもしれないですけど、まあ事実と取った時にはですよ、僕はまあ好きなんで、そういう風なのがそう思ってこう発信させてもらってるんですけど、なぜ自由意志がないかっていうポイントなんですけど、人間が1日に6万回ぐらい思考するって言われてるんですけど、その思考の状態が勝手に生み出されるじゃないですか。僕がこういう風に話してる中でも勝手にいろんなあの感情が湧いてきたりするじゃないですか。なんかなぜかわかんないけど、例えば僕だったら海援隊の曲が謎に浮かんできたりするんですよね。それって意味不明じゃないですか、でそれももしかしたらこの人生のヒントになってるかもわかんないですけど、そういうのの繰り返しだと思うんですよね。すごく大事な場面だったとしても、変に、まあ、変なことが感情の中に出てきたりとかってすると思うんですよね。でそういうことなんですよね。あの感情すら自分でコントロールしてるように見えるけど、正直コントロール制御できないということなんですね。それはもう誰もがそう、でそこで自由意志がないっていう風な話なんですけど、そう思った時に僕は、人生幸せ研究所ってやってて、まあ幸せをお伝えしたいですけど、このメッセージが一番でかいな、強いなって思ったんですよね。まあ、皆さん勝手に思考もするし、勝手に進むから、もがいてももがいてることすら、人生のルールとして決まってる、その各々が作られたストーリーを各々で楽しんできてるっていうことなんで、まあそれに抗うのもいいけど、抗ってもそれがストーリーとして組み込まれてるんで、もうただただ見つめたら楽しいんじゃないですかっていうふうにね、言いたいんですよね。こうなると人生がまた見え方変わってきて面白くなるんですよね。あ、この映画、俺の映画どういう風に見よう。映画ってもう決まってるじゃないですか。作品が決まってるんであれば、どう見るかっていうかね、まあどう見るかっていうことすらもう決まってるって言ったら、もうちょっとややこしくなっちゃうんですけど、まあせっかく決まった映画であればね、蔑んで悲しくネガティブに捉えるよりかは、僕はやっぱり楽しく、まあ、幸せなストーリーに書き換えるというかね、幸せに思って感じて見た方がいいと思います。まあ、せっかくですからね、選べるっていうことですから、まあいろんな映画があると思うんで、幸せにって思えないかもしれないですけど、ただ見方は あなた次第、信じるかしない、信じないかはあなた次第っていうことですから、そうなった時にね、どう感じて生きていくか、それで一瞬で、人生が変わるなというふうに、まあ思ったわけです。はい、ということでありがとうございます。